アムアムクロッシェイ。日本語パターンで1目、2目と書いてあるのは細編みのことです。この動画の最後に編み図があります。ではスタート。こんにちは、アムです。今回はキノコの指輪を作ります。使用する糸はこちらのリングの部分はコットンニート S なんですけども、ハピママさんとコラボのコットンニート S、 こちらを使います。で、後の部分は普通のコットンニート S です。そして使用する糸ではない、すみません、針はかぎ針の4号を使って編んでいきます。まずこちらのリングの方から編んでいきます。こちらはアフガン編みでかぎ針で編んでいきます。編み図はこちらになります。まず鎖編みを4目編みます。短い方を手前にして輪を作って、そして針を入れて糸をかけて引き出して引き締めます。ここからスタートです。鎖編みを4目編みます。1、2、3、4。そうしたら裏山の2目目、鎖編みの1、2目目のところから針を入れて糸をかけて引き出します。そして細編みではありませんので、次の目に裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。これで3本かかりました。もう1目引き出します。次の目に入れて引き出します。4本かかりました。そしたら糸をかけて1本だけ引き抜きます。で、次からは2本ずつ引き抜いていくんですけども、糸をかけて2本引き抜いて、また糸をかけて2本引き抜いて、また糸をかけて2本引き抜きます。これで1段です。で、2段目は今ここの針がかかってますけど、この2番目縦の柱の2番目から針を入れて糸をかけて引き出します。これで2本になりました。次はその隣の柱に針を入れて糸をかけて引き出します。3本になりました。もう1本引き出します。最後ここの柱です。ここに針を入れて引き出します。4本かかりました。そしたら最初は1本だけ引き抜いて、次から2本ずつ引き抜いていきます。まず糸をかけて1本引き抜きます。次は糸をかけて2本引き抜いて、また糸をかけて2本引き抜いて、糸をかけて2本引き抜きます。これで2段目ができました。次3段目です。もうすでにここに1本ありますので、次はこの、こちらの部分はここにありますので、次ここからです。針を入れて、柱にいる針を入れて、糸をかけて引き出します。次も針を入れて引き出します。また次も針を入れて引き出します。4本になりました。そしたら最初は1本だけ引き抜きます。糸をかけて1本引き抜きます。次から2本ずつです。糸をかけて2本引き抜いて、糸をかけて2本引き抜いて、糸をかけて2本引き抜きます。同じ要領で11段まで編みます。ここの次のここの次のところに針を入れて引き出して、次に針を入れて引き出して、また次に針を入れて引き出して、最初は糸をかけて1本だけ引き抜いて、次から糸をかけて2本引き抜いて、2本引き抜いて、2本引き抜いて、11段目まで編みます。そうするとこのようになります。そしたら最初の編み始めの糸は裏側で糸始末してください。そして今こうなっているのを表を外側にして、これを輪にします。で、ここを閉じるんですけど、針に糸を通します。これは閉じる分だけ20センチぐらい残しておいてくださいね、切るときに。
そしてまずこの端ですので、この端の糸ですね、これこの端の縦の糸をすくいます。そしてこちらに戻ります。でこことここがくっつきました。で心配なのでもう一度一番端のところに入れて、次はここに移ります。ここから2番目です。2番目の柱、そして2番目に行きます。2番目の柱でこうちょっと糸を引いておきますね。で今度3番目の柱です。この柱に入れて、こちらも3番目の柱で、最後4番目の柱で、こちらも4番目の柱なんですけども、最後ですからここですね。でここで終わりにしないでもう一回戻ります。最後は2回ずつ糸を入れておきます。はい、これでちょっと引き締めます。でこの裏側で糸始末してもいいんですけど、この上に土台が乗りますので、ここのところで針を潜らせておきます。表側で大丈夫です。しっかりさせたいのでもう一度戻っておきますね。そして根元で切ります。はい、これで指輪が完成です。で今指輪を11段まで編みましたけども、これは指の太さで9段までで終わりで、9段までで終わりでもいいし、もっと13段とか編んでもいいですので、自分の指の太さで決めてください。では次にこれが編めたので、土、軸を編みますか。これを編みたいと思います。これは基本は6目スタートで編んでいきます。まず輪を作って短い方を手前にして、右手で下から1、2と回して3本を右手で持って外して左手に持ち替えます。そして輪の中に針を入れて糸を引き出して、もう一度かけて引き出します。そしてここから鎖編みを1目編んで、細編みを6目編みます。1、2、3、4、5、6目編んだら、この糸を伸ばして針を外して短い方の糸を持って引っ張ります。そして動いた方を持って輪を縮めて、もう一度短い方を持って引き締めます。こうなりました。そしたら1目目の頭に引き抜くんですけども、これは数えないで1、2、3、4、5、6、ここですね、この目です。針を戻して、この目に針を入れて引き抜きます。これで1段目ができました。そしたら2段目は BLO 向こう側の糸1本すくって増減なしで1目ずつ編みます。まず立ち上がりの鎖を1目編んだら、2本のうちの向こう側の糸、こちらに針を入れて細編みを1、次の2本のうちの向こう側の糸に針を入れて2、3、4、5、6目編みました。そしたら
2段目引き抜くところはここが前段の引き抜いた目で、ここが立ち上がりの目ですので、ここです。でちょっとこのまま引き抜こうとすると引き抜きにくいので、ちょっと編み地を手前にしてここに針を入れて、内側になってしまいますけどここで引き抜いておきます。そして立ち上がりの鎖を編んでおいて、これをひっくり返します。こうすると楽に2段目ができます。でも針を戻します。で3段目4段目は普通に2本すくって編みますので、根元から2本すくって1、2本すくって2、3、4、5、6目編んだら、ここが引き抜いた目、ここが立ち上がりの目ですので、ここですね、ここに入れて引き抜きます。これで3段目が編めました。4段目も立ち上がりの鎖を編んだら増減なしで6目です。1、2、3、4、5、6目編んだら、よいしょ、ここが前段の引き抜いた目、ここが立ち上がりの目ですので、ここに引き抜くことになります。ここに針を入れて引き抜きます。はい、これでここまで全部編めました。そしたらこれは傘を後で編んで隠れてしまいますので、チェーンつなぎとかしないでこのままもう一度引き抜いて糸を切ってください。はい、そしたらこれは2センチぐらい残して切ってしまいます。そしてこの中に入れておきます。そして綿を詰めます。これはあまり少なくてもクラクラして入れすぎても外から見えますので、入れすぎないようにこのくらいですね、こんな感じに入れてください。でこれが基本のパターンです。でこれは6目スタートなんですけれども、5目スタートで編むとこういう細いのができます。これが6目でこれが5目です。そして8目、1、2、3、4、5、6、7、8目スタートだとこんな感じですか、こんな感じになります。そしてちょっと短くしたのがこれです。いろいろこれを応用して6目ではなく5目、6目、7目、8目とか、こちらも3段4段5段とかしていくといろいろ応用ができます。では次に傘を編みたいと思います。傘はこれですね。これは今ここ4段目まで書いてありますけれども、3段目まで編んだ傘です。4段目まで編むとこういう大きな傘ができます。まず3段の傘を編みたいと思います。まずは輪の中に、細編み5目です。手前、短い方を手前にして1回2回巻いて、右手で持って左手に持ち替えて針を入れて糸をかけて引き出して、もう一度かけて引き出します。そして立ち上がりの鎖編み1目編んで、ここから細編み5目です。1、2、3、4、5目編んだら、
この糸を伸ばして針を外して短い方の糸を持って引っ張ります。そして動いた方を持って引っ張って穴を縮めます。でもう一度持って縮めます。そしたら今度引き抜くところはここから数えて1、2、3、4、5、ここです。針を戻してここに針を入れます。そして引き抜きます。これで1段目ができました。2段目は2目1目2目1目2目と編んでいきます。立ち上がりの鎖編んだらここが2目です。1、2、次の目は1目です。1、次は2目です。1、2、次は1目です。1、最後は2目です。1、2、そしてここが引き抜いた目、ここが立ち上がりですのでここに針を入れて引き抜きます。そうするとちょっとこんな感じでとんがりました。で3段目です。立ち上がりの鎖を1目編んで今度は1目2目1目1目2目1目1目2目と編みます。まず最初1目です。根元に針を入れて1目、次が2目です。1、2、次は1目が2回です。1目を1回、2回、そして2目です。1、2、あとは1目2回2目です。1目が1回、2回、そして2目です。1、2、これで3段目までできました。これで糸始末するとこの形になります。ですけれどもちょっと図が4段目までありますのでこちらの4段目をやっていきたいと思います。4段目はまずこれを閉じます。4段目は1目1目2目そして1目1目2目1目1目1目2目1目と編みます。まず最初に立ち上がりの鎖1目編んだら1目1目2目です。1目1目2目、そして1目1目2目1目です。1目1目2目、そして1目また1目1目2目1目です。1目が1回、2回、そして2目を編んで最後に1目です。これで14目になります。そして最後なんですけれども引き抜かずにチェーンつなぎをします。傘なのでポコッとならない方がいいですので平らに仕上げたいと思います。針に糸を通したら1目目の2本をすくいます。そして最後のチェーンの真ん中に戻ります。そして引くとここでつながります。でこのまま糸始末しても大丈夫ですけれどもちょっとここしっかりさせたいのでもう一回戻って同じことをもう一回しておきます。そうするとここはしっかりします。そして内側で糸始末をします。でギリギリのところで切っちゃっていいですね。で編み始めの糸も糸つまずしないで切っちゃっていいです。これで4段目までの傘ができました。そしたらこの模様ですね、模様をつけたいと思います。何色がいいかな。
模様は今回ちょっと紫色でつけてみます。でつけるときはいきなりこう出さないで、一度裏側で一針縫って、こっちに表に出ないように縫ってからここで留めておきますね。もう一回留めておきますね、念のために。よいしょ。そして普通フレンチナッツステッチをするときはやたらとこう裏からこう針を出すんですけども、編み物の場合はこう穴に入れてしてまた戻るとスポッと抜けて戻っちゃうんですね。ですので穴に入れないでください。穴ではなくこうちょっとこう縫うようにして糸の間を割って出してください。ここがポイントですね。穴だと抜けてしまいます。そして1回2回針に巻きつけて、あ、ごめんなさい、1回2回、そしてここで下に出します。で根元を押さえておいて下に引くと糸割ってありますので向こうに行くことはありません。またちょっと場所を変えます。でここもここに、ここのが穴の方が入れやすいんですけど、穴に入れないで糸を割ります。糸のちょっと待って、よくわからないですね、見てる人ね。よいしょ。ここではなくてこうやって糸をすくって割ります。そうしてから1回2回巻いて下に出します。でここで押さえて下に引きます。そうすると向こう側に出ないで済みます。でまた次もこういう穴の開いてるとこはダメです。出さないで糸割ります。よいしょ、ここですね。糸を割って出してそして1回2回巻いて根元に入れてここ押さえて引きます。そうすると止まります。ここも穴にここに入れないで、よいしょ、糸の真ん中を通します。真ん中というか穴ではないところに通して2回こんな感じで刺繍してください。でこの数はお好きな数でいいです。でこれが終わったら今度はこちらですね、地面を編みたいと思います。地面はこちらです。編み図はこちらです。輪の中に細編みを7目編んで2段目は2目ずつ7回です。まず輪を作ります。1回2回巻いてこちらに持ってきて針を輪の中に入れて糸をかけて引き出してもう一度かけて引き出します。立ち上がりの鎖1目編んだら細編みが7目です。1、2、3、4、5、6、7目編んだら伸ばして針を外して短い方を持って引っ張って動いた方を持って輪を縮めていきます。そしてもう一度短い方を持って引きます。そしてここから1、2、3、4、5、6、7目目、あ、ごめんなさい、7目目です。ここに針を入れて引き抜きます。これで1段目ができました。2段目は立ち上がりの鎖1目編んだら2目ずつ7回です。
根元に針を入れて1目もう1目編みます。2目これで1回、次隣に移って1目2目これで2回です。次3回目1、2、4回目1、2、5回目1、2、6回目1、2、7回目1、2これで14目編めました。そしてここは引き抜かないで糸を伸ばして糸始末の分残して切ります。でこれはこのまま糸を外に出して針に糸を通します。そしてチェーンつなぎです。ここの1目めのチェーン2本に針を入れます。そして最後のチェーン、このチェーンに戻ります。真ん中に針を入れてここでこことこの目とこの目をくっつけます。でこれでこのまま2回やらなくても多分大丈夫ですね。裏側で糸始末です。そしてよいしょ、これでギリギリのところで切ってしまいます。でこの 糸なんですけども、キノコがこのキノコが上乗ってこんな形になって、そしてここに乗せますので、ここで隠れてしまいますので、ここは隠れるところなので、この少しの隠れるというか少し残して切って大丈夫です。これで OK です。で編むのが全部できました。そしたらですね、先ほどのいろいろキノコの軸が、軸ではなくて絵ですね、キノコの絵がありますので、これに、まあ、お好きな感じでこうつけていくんですけど、こんな感じでつけるんですけど、これはボンドです。ボンドでここは綿が入ってます。こちらは入ってません。このままでいいです。ボンドをこの中に入れます。そしてこの綿の方につけます。そしてこことここを真ん中で合わせます。これで OK です。こちらの方も同じです。真ん中にボンドをつけます。綿の方にボンドをつけます。そして真ん中で合わせます。これでキノコができました。でこれができたら、今度はこの後ろにボンドをつけて、真ん中にボンドをつけて合わせます。でこちらもここにボンドをつけて、ボンドをつけてくっつけます。でこの状態で少し乾かしておきます。でこれが乾いたら、いよいよリングにつけるんですけども、リングにつける前にですね、ラップを用意します。ラップを、このくらい20センチぐらい伸ばして切ります。そしたらこれを横にします。そして手前からくるくるくると折っていきます。
このように折ったら3等分して折ります。でここでちょっと押さえます。そしたらこのつなぎ目、リングのつなぎ目を上にして中を通します。中を通してちょっとぺったんこにしておきます。そしたら地面の後ろ側にボンドをつけて、ここの真ん中にボンドをつけます。で指ですのでこう曲がりますので、あんまり全体につけるとここが曲がりが悪くなるので、だいたいこのくらいでいいです。そしたらこれを合わせます。でグッと押して、この状態でこうして平らにして、これで乾くまで置いておきます。あ、これ取れてしまいましたね。よいしょ。乾くまでちょっと時間を置いてください。すぐにやろうとすると剥がれてしまいますので、こんな感じで乾燥させてください。そうするとこのようにできます。で色を変えて、こんな模様なくしたしてもしめじのようで可愛いし、ちょっとこの丸の色を変えても可愛いし、こんな感じですね。いろいろカラフルに作ると面白いかと思います。ぜひそんなに難しくないと思いますので作ってみてください。お疲れ様でした。チャンネル登録をよろしくお願いします。